最近ね、はい、まあコロナになってからあんまりそのどっかに行くことが少ないんだけれども、うん、新曲が出るので、はい、この前東京に行ったんですね。で東京に行くと大体私は昔は横浜東京しかなくって、うん、横浜の間に品川っていう駅が止まるようになるわけじゃないですか。そうしたら品川の方が渋谷行くんでも、うん、恵比寿のお家に戻るんでもいいので、だいたい渋谷なんですね。それで東京駅ってね、すっごい人だ。何しろ上野も昔上野もすごかったけど、うん、東京駅ってすごい人で、もう京都じゃなくて品川で降りちゃった方がいいんですよね。うん、それで品川で降りたりとかしてて、はい、でこの前その江戸グランに北原さんのお仕事をあれ呼んでいただいたので行った時に、イベントとなんかラジオでしたっけ、うん、ね。で、うん、京橋江戸グランっていうのは初めてだったので、一応行く前に検索するじゃん、行き方、アクセスの方法ね。アクセスの方法を検索したらば、はい、東京駅の方が近いんですよね。うん、なるほど。で東京駅から千代田線になんかわかんない乗って、うん、一駅行って、それから、銀座線に乗って、はい、一駅行って、うん、そうするとそこの江戸グランの下につく、横につくっていうか下につく、あ、そのもうテナントというか、うん、ビル自体の下についちゃうね。だから、はい、そのまま上がっていけばいいので、直結してるんだ、うん、で、はい、そういうアクセスだったんですよ。なるほど。それで乗り継いで行ったんですよ。はい、でもその乗り継いだ後の歩くのがちょっと、すごいかなり遠かったのね、探しながら行って、はいはい、それで登ってここかなとかと思いながら、うん、そしたらなんかそのいやライブやってそうな会場が見えたから、あ、ここだと思って、はい、そして「こんにちは」って言ったら、うん、控え室とか教えてくれたりとかしてね、でその話を、うん、どこから来たみたいな話になって、うんうん、そういうふうに来たって言ったら「ここ東京駅から歩いてすぐだよ」って言われて、だからその電車に乗って乗り継いでそこに行くっていうよりは、はい、東京駅で降りて外を歩いてきた方が早いんだ。あ、だからそうなんですね。だからその直結したその建物の中にはそので乗り継いで2つなんか、うん、乗り換えてですからね、1個で行ったんじゃないからね。乗り換えて行って、うん、そこ行ったら歩いた方がそこにもう見えるよみたいな感じで。そうなのって言ってでまあ、打ち上げ終わってね、はい、それで帰りは、うん、タクシーで帰ろうと思ったらみんなが「電車だから渋谷だったからホテルがね、はい、渋谷だったら電車の方がいいよ」とか言われて、うんうん、そこから電車に乗れるよって言われて、はい、なんだっけその銀座線だから、ね、はい、で銀座線から渋谷まで終点なので、うん、乗ったのはいいんですけど、はい、降りたところが、うん、渋谷今すっごくなっちゃって、もう全然変わっちゃって、もう自分がどこに降りたか分かんなくなって、地上に上がったんでしょ、もうわけわかんないから、うん、地上に上がればわかると思ったんですけど、うん、地上に上がったら、うん、もうビルと私はなんだ光栄のところに行けばすごいわかる。なるほど。その光栄っていうところを目指して地上に上がったんだけど、はい、光栄が見当たんないのね。でビルがね周りにいっぱいできてるんですよ。あ、そうで地下の食べ物屋さんがあるみたいなのからね、でもう全然わかんなくって、自分のホテルがわかんなくってでもしかしたら遠いとこで降りたらタクシーで行けんだけど、あんまりにも近すぎちゃっててタクシーで行けないんですよ。だから歩いていくしかない。もう自力でね。そう、はい、探さなくちゃいけない。であっち行ってなんか見たけど全然ここ見たことないなと思って、また戻って、それでちょっと聞けばよかったんだけど、戻って行って、それでやっと分かって、はい、ホテルに着いたんだけど、うん、そのホテルも、はい、横断歩道の前にあって、ちょっと遠回りしないと歩道橋の前にあって、はいはい、横断歩道がちょっと遠回りなんですよ。でだけど荷物があったから、もうだから遠いところでタクシー乗った方が良かったなと思いながら歩いてそれで行って、うん、それで歩道橋はもう毎回知ってるから、うん、帰る時にね、はい、もう今度帰る時の話ね、うん、帰る時に、うん、これって歩道橋を渡らずに、うん、横断歩道を行く方法はないんですかって聞いたら、あ、ホテルの方にね、そしたら、うん、これまっすぐ行ったら渋谷の方から右に行ったらば駅ですって言われたから、はい、それで行ったんですけど、うん、またわけわかんないとこ行っちゃってもうさわかんないんだもん。もう最近もう電車もその銀座線も乗り口が違ってるんですよ。はい、そうなんですか。前だと井の頭線の方にあったのが光栄のとこになってるの。あ、場所変わってるんですね。うん。光栄の周り、私も何年前かな、もうだいぶ前になるんですけど、うん、すっごい工事してましたからね。うん、今でもいっぱいよ、工事は。やっぱりまだやってるんですか。うん、それで東急って横浜までほらみなとみらいとかあったでしょ。あれが渋谷から行ってたのが、はい、なんか遠い池袋の向こうからつながってんですよね。あ、そう。うん。そうでもうだから電車の雰囲気も変わってきてるし、だから昔は渋谷から乗ったら座れてみなとみらいまで行けたのが、もう今全然座れないっていう感じ。もうね、わかんなかった。もう東京ってじゃあ迷子になりますね、私も。うん、で地図見てもよくわかんないから、それで今回はもうなんかすごいそういう移動に疲れたっていう。だんだん慣れてその回数重ねていけばね。自分がここはどこなんだろうっていうか、うん、場所がわかんないわっていうさ感じでした。いや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 。なんです。だから私がわかるところは109とか蔦屋とか。光栄も前だったらわかる。なんかちょっと違うところに行っちゃったから、そこから行ったらば自分の居場所がわかるんだけどね。そこじゃないところに行っちゃったらもうわかんない。いやー、もう本当に東京はね、日々進化して変わっていきますもんね。渋谷はすごいですね。もう特にね、今まだまだ工事やってるね。ということでした。はい。じゃあまたね。またね。